はい、どうも、こんにちは。今回は、ドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、えー、っと、こうダミアンとこうダミアっていう、ダミアンっていうんだけど、こうヒューゴとダミアンね。ダミアンっていうんだけど、こダミアンと、まあ、ちょっと、あれか、ダミアンイベント、ダミアンイベントをやりました。で、まあ続きで、このダミアンの息子がなんか問題を起こしたっていうところで、その手伝いに行くっていう、なんかよくわかんないけど。<laughs> よくわかんないけどね。なんで、他の、保管地のおとんが一緒に来るのかわかんないけど。今回は何かな<ん> <laughs> 見てもらう方が早い。学校の、あ、そんなにそんな揉めてんのアマンダカがいるかもしれない。ぼやると考えるヒューゴは暗闇の中へ続くぐろぐろ。はい。足元に注意して。地下から何人地下から わあちょっとあ,あ,あいつもいいんじゃんだからヒューゴの息子か、えー、ボーラスには保管先生とあっ保管先生もいいんだよルシアンとヒューゴの息子であるアーネストだルシアンは鼻血を出している来てくれ助かったよせな何がどうなっているのか僕にはさっぱりだ本んなんかドアが壊れてる石膏道具が目についた何事かなアーネストが俺を殴ったんだルシアンが俺を殺そうとしたからだろ フフッよりにもよってその登場人物の息子同士が喧嘩すんな殺そうとなんかしてねってのバーカお前の周りをレンガで囲ったらどうなるのか試そうとしただけだろここにワインがあるって嘘ついたじゃねえか俺を騙しやがって <laughs> 待て待てルシアン君はアーネストにアモンティリアードの樽を試そうとしていたのか肯定も否定もする気はないねにする な、アモンティリアードの樽ってなんだうん。公明なるかな公明なるエドガー・アラン・ポーの短編小説だ。男は憎き相手を酔わせると、うまいワインを飲ませてやるとそそのかして地下室に誘い込み、レンガで壁を作って、いや一緒じゃん。まんまじゃん。<laughs> いやまんま、肯定も否定もする気はないねって言ってたけど、もう、もうまんまじゃん。絶対影響受けてんじゃん。<laughs> 傑作小説である。 おい、うしやん。君はアーネストに同じことをしようとしたのか。どうなるのか知りたかっただけさ、本気でほったらかしにするつもりなんてなかったよ。うまくいくわけがないだろう。君がレンガの墓を建てている間、アーネストがじっとしているとでも。ま、こいつはバカだからワインは嘘だって気づくまで20分くらいは騙されてたぜ。お前がバカ笑いしてたからな、おかしいと思ったんだ。さすがにお前らの声はね、変えられないです。すいません。 山ちゃんしか無理だわ。山寺光一さんしか無理だよ。こんなこんだけキャラいたら。無理無理。アーネスト、20分だと。ヒューゴ。ね、ヒューゴって呼ぶの <laughs> 音のことを。20分も気づけないとはどういうことだアーネスト、2週間たっぷり費やしてアモンティリアードの樽の課題を終えたばかりだろう。なのに、ルシアのたらみに気づくまで20分もかかっただと、小説を読んだんだろう。 最初の5ページだけ読んで、あとは映画のレビューを読んだ。は前後ページの短編だし、映画化はされていない。前後ページなの少なっ短編といえどそんな短いかそうだったら、ルシアに金払って読んでもらったんだ。うん。お前まだ払ってねえじゃん。つまり俺は実地レッスンしてやったってことだな。<laughs> 先生らがいつも文学に触れろって言うからそうしたんだよ。文句あんの 今日のことはメンプルベイ高校記録分類付加事案に記録しておこう。まあまあまあ、あんまりなあ、あんまりない事例だからな。僕が君のクラスを見ておく。息子さんを連れてもう帰れ。調停い,いただき感謝する。え、なんもしてないけど俺。なんもしてない。あ、ルシアンとダミアンのせい家に向かって車を走らせる。んーとかぶりふックされた表情で。 セラピーには二度と行かねえよ。ーうん、行くも行かぬもお前が決めることだ。だがお前のことは気がかりだし、悩んでいることも分かってならばお前がカウンセラーと話しくな、話したくなったら行けばよかろう。うん、来週は夏のアルバイトを探したいのではないか。車が欲しいのだろう。あもういい、いいお父さん。いいお父さんだな、急に。信じられない。私同じ父親として心もそうだよな。 す,すごい自然なお父さんああガミガミ言わないでくれとあれこれはちょっと一番いい親子関係じゃない下手したら <laughs> 愛してるぞ息子よいい関係反抗期の接し方抜群じゃん俺もだよ父さん俺もだよ父さん抜群いい関係うん 君、いいお父さんだな。君の前でこんな話をすることになるとは思わなかった。息子と私には解決せねばならぬ問題がたくさんあってな。君たちは話し合えるんだから大丈夫さ。そうだね。それにルシアンのレンガ作りはなかなかの腕前だったよ。意外な特技を見つけられてよかったんじゃないか。うん、そういうことにしておこう。<laughs> いや、君の態度にはとかそういうことじゃないと思うんだよな。 よくあるのことなのか、よくあるのことなのか言ってもよく。まあ、これが一番いい、こういう、こういう、っていうかやっぱ基本的にね、この、ルシアンへの君の態度には敬服するって言うけど、これはね、捉え方によっては、あの、あ、 ありがとうね、じゃなくて、結局、ルシアンっていう難しい子に対して君の態度すごいねってことだから、息子のことを若干批判しつつのこれだから、あんまり良くないんじゃないかなと思っちゃうんだよな。でよくあるのことなのがは、いや、まあ、結構ありますけどね、つって、こうやっぱ親としてちょっと嫌な気持ちになるから、これで行きましょう。プラマイゼロ。誰もが反抗期を経て大人になるんだ。 彼もいずれ成長するさルシアンを責めるわけにはいかぬもう十分に苦労したのだからあのような行動に出てしまうのは心苦しいが息子の気持ちはよくわかる息子はただ親の愛情と関心を求めているだけなのだまあまあよくあるよねそういうのね与えるまで本当に優しいんだなあらっ結局やっぱ褒めた方がいいのやっぱまあでもほんそうだねそうだなまた会えるかな 喜んで近いうちに結構評価高いでしょこれ私古い映画でしか見たことないない優雅なお辞儀をするあ,あめちゃくちゃいいお父さんだけどね <laughs> かぶりテレビを見ているおかえり <laughs> 何を見ているんだ<っ>匠兄弟の極みこ,こ極小建物か建物担を2時間スペシャルあああのつまらん番組か 使用済みのベッドボトル作られた小さな家の中でカップルが激しく嫌争ってる。リノベーション匠兄弟は唖然として二人を見つめてる。何これ私はベッドが二つにバスルーム二つある。落ち着いた感じのコテージが欲しいって言ったのよ。なのにこの家には浴室が一つもないじゃない。でも兄公衆トイレがほんの二十メートル先にあるじゃないか。言うほど悪くないだろう。コントかうーん。<laughs> こちら側どうだった予想外の事件が起きて大変だったよ。 学校にルシアンを迎えに行ったんだ。あの子が、<え>アーネストワインで誘い出してレンガの壁に閉じ込めようとしたんでしょなぜ知ってる。アモンティリアードの樽はメイプルベイ住民の必,必須書なのか。ルシアンが最初から最後まで配信してたのが、次は終えないよ。楽しかったよ。ダミアンは変わってるがいい友人だ。それに意外と社交的だぞ。そうだね。<え>あの人の生き方は好きだな。 たろパパもだよお、すごいいい感じじゃん終わり方バミアンポイント高いですねかなりうわでもいかねえ,えじゃあめちゃくちゃあいつ良かったんじゃないあのなんだっけリチャードだっけなんだっけあいつ金髪の白人金髪の白人めちゃくちゃ評価高いじゃん S 言ってたからね うわぁ、ええー、かーそんな悪くないけどね、このー、あの、あれ。あのー、スコア見た感じ、牙闇。よくわかんないけど。ベビーブーム世代、リクライニングチェア。でも割と、難しいなースコアは相変わらず高いけど。難しいなお、来たテンポがいい。あっ二人から来たヒューゴ・ダミアン。 今晩何か予定はヒューゴと我が輩はダウンタウンのアートウォークに。ちょっと、ヒューゴとダミアンと仲深められんの推しなんだけど。あ,あいにく。ああうわダミアンとヒューゴのチャットを覗き見できるのかわからったのか赤かを使ってない FBI が。まああれだよ、ね、LINE で言うあのー、なんか、複数人トークできるやつね。パーティーとかじゃなく、パーティーってなんだっけグループか。グループじゃなくてね。 グループチャットかい。招待されてんじゃん、お前じゃ。博士を知ってるのかい。フラッシュドライブから、ダリブートヌッキをすれば、可能だ。へ、え、ぇ、ー。うむ。ビクトリアちゃんの差し手目である。アートオークに来るか。行こうぜ。いや、この二人は結構熱いでしょ。でもね、なんか、 ゲームの構造的に、その、一日に絶対こういうなんかこう、複数人と絡むイベントが一個あって、まあその、アジア味、アジア人、グ、クレイグか。クレイグみたいなああいうランニングイベントもあるけど、ああいうように一回一日の決まったイベントがあって、その上で自分で選べるんだろうな。だからこの後もあると思う。お、すごい。床がすごい。<laughs> 絵よりも床が気になった、普通に。てっかてかだし、全部同じだし。全員高所な芸術愛好家だとは思う、思うと落ち着かない気分になる。悟空さんあらジョセフか、お前。こいつ S 記録したからな。ジョセフじゃないか、ここで何を、うん、ここで何をですって、シンですね。僕はこれでも芸術の、経ー、なくな、その、うん、死者、審判。 新報社かな。うん、えーと、実はダミアンさんに招待されてきたんです。あなたも。あこれあれじゃん。完全にさ、前回のティーパーティーはさ、上の3人だったじゃん。あのデブと、<laughs> ごめんね。デブと、あの、コーヒーの人と、クレイグの3人が来てたから、今回はあれなんだ。違う3人なんだな。ってことは、やっぱりあいつはぼっちなんだな。あの、体のやつは。 芸術に関しては全くの門外男だよ。ああ問題勘。神に感謝しなくては、無知な参加者は僕だけじゃなかった。いいのか、そんなことを言っても。言うって何をです。その神への感謝の言葉だよ。うん、僕は神に感謝するとポイントを2倍もらえるんです。ポイント制だったんだ。うん、有効期限ある大丈夫 ポイントを貯めると天国に行けるシステムなんです。まあ、ポイントって言ってるけどなんかそういう考え方はありそうだよな。やっぱ善行を貯めていくとっていう、言うもんね。二人はどこに <laughs> ごきげんよう。うんこんばんは、お二人さん。ん<ー> <laughs> いや、より今やってこの三人か。これ分けられねえぞ、声。今日はとことん楽しもう。二人とも準備はいいかな。芸術は死んだ。わ、これはもうマイナスだな。 もちろん角に入った絵を眺めるのは大好きさその角に入ってないものもね絵画いいもんだな、はい、そうそう悟空さんの言う通りい,いいことを教えてやろう遠にくれたら周りをよく見るんだ大抵近くに無料のワインやチーズをのせたテーブルがあるあ<は>楽しめ芸術を楽しめなくてもそこで楽しめるよっていう興味が湧いてきたよ <laughs> テーブルをすく申し訳ありませんが僕は今すぐか 今すぐか弱いワイングラスの救助に向かわなくては。意外とそういうキャラなんだ。ボケまくるな。うわっこれうわ、これちょっとあ、でも。え、これでも。ちょっとちょっとちょっと。決めてない決めてない。え、ちょ、ええー、どうしよう。<laughs> うわっ。 それちょっと、これ多分こっち行ったらジョセフどっか行くよな多分。うわ。でもやっぱ二人にさ、好感度が分散するって考えたら、こっちの方がいいんじゃない海が見るとて思うけどな、せっかく来たなら。<laughs> 芸術に真っ向から取り組むにはチーズが必要だな、うん。そうそう。干渉するとカロリーを大量に消費しますからね。 クラッカーで炭水化物も補充しないと <laughs> うん注がれたプラスチックカップの他にもクラッカーボードいいねチーズのことなら僕に任せてください実にうまい、うん、ええ、本当に夕食を抜いて正解でしたつまみ食いだけでお腹がいっぱいになりそうです夕食の後なんだこれ <laughs> それが一番衝撃だわ昼じゃないんだ夕食を済ませてきたがチーズは別腹だ、うん、クラッカー補足 確保に向かう。援護を頼みます。そっか、一応先生だもんな、あれ。先生だから、まあ、そっか、夜にしか来れないか。早うかく誰も私たちに気をしないだ恥ずかしいけどね、ここに来て、クラッカー、占領してんの。恥ずかしくないか、お前ら。ヒューゴのところに戻ろう。あ、うん、戻るんだ。チーズ入れて持っていきましょう。道中のお供にね旅は道ずれ、というしな。ええ、それ、いいですね。意外とギャグ好きなんだな。 最初の天井出て数分あれたところに次の天井があった。へー大きなものが壁にかけられている。うんうん、ほう、これはすごい。これはこれは抽象画である。この絵画が己にとってどういう意味を持つのかと心に問うのだ。うんうん、こ,これこれかなケツだな。うーん。まあ、だから。 俺らにイメ、見る人にイメージ委ねるってことだから別に正解はないんだよな。人を人ざらしめるもの人だな。構想を表現したものか。まあ、これの方が一番つなげんじゃないこれ子供の。この躍動感、それに色彩、私の幼少期や両親を思い出すよ。お、お、お。これほど抽象的な絵に。<laughs> ボケそったかな。知的な思い出を重ね合わせるとは面白い。ごくんどのもっと聞かせてくれるかな。 裂けただけとただのケツだないやもうこれはもうさ中止障だからこそ別にもう適当に言ってもバレねえからおおいいねいいね心に訴えかけてくるこの生き生きとしたそれでいてシンプルななんだこれはむき出しの表現力による厳粛性の裏切りでありひいては人生経験の本質を物語っていると言える具体的なことを言えだちょ具体的なこと言った方がいいってこれは僕。 時が流れても消えぬ傷跡と現代の生活における混乱は前、全エディプス的意識がバラ色に反響することによってコンテクスト化され深みを増していく。ちょ、ちょっとくんさん、落ち着いて、わかりやすく説明してください。ケツだな。結局そうなんのかい。みんなが余行知する。え、孫を仇なき、孫を堅なきケツですね。私には、<あ> <laughs> 聞き応えのある感想だが最初の方が作者の意図に近いのではないかな。作者のケツに対する愛着を過小評価していませんか <laughs> 気コは本当に神のしもべなのか、うん、でもね、ここまでのイベントは多分ね、好感度上がらないんだよな、多分。まあ、その隠し好感度はあるかもしんないけど。万物は <laughs> 神が作りもった。もちろんケツもね。 作者の一連の作品の中でも、この絵が急速にデジタル化する抽象画の分野において、伝統的な手法で描き続けることに抱く孤独感を表現しているのは間違いない。うん、へえ、なぜそう言い切れる、うんプラーカードに書いてある。みんな詳しくねえじゃん。ね、みんな詳しく、ま、抽象画だからあれか知識もクソもねえか。なるほど。うん他の絵も見ておこう。 いに興味を持ち始めていた作者が表現するために何と言えばいいのか、写実主義によらないという選択肢を面白いと思ったのだ。絵を客の男が知ったつまらん、私でもこれくらいは描ける。ああ失礼、今なんとヒークを抑えて。うん。だ。もう一度言ってみろ。いかに気づかずさせて気づかないの。気づけ。気づくだろう。<laughs> そのボソボソ切れてたのかなああ かけると言っても出品してないじゃないか。君がこの作者のような資料や技術を備えているとはとても思えん。めっちゃキレてる、めっちゃキレてる。芸術作品とは作り手が身上を表出させたものだ。浅はかな君なら作品もさぞ薄っぺらなものになるだろうよ。うん、ダミアンがそっと。うん、友よ。あんなやからにいくら解こうと時間の無駄だ。はあえー つまない芸術のこととなるとつい取り乱してしまって分かってるうーん名をなぐなごませるにはどうすればいいかご存知ですかチーズかないえあ<ー>ワインにチーズですどうかんだ三次元んすごいすごいすごいなこの並び何これみんなケツ触ってんのこれ <laughs> すごい並びして何この列車三次元空間に減選した車実 主義的なワインとチーズのテーブルに向かい、抽象的でない実態としてのワインとチーズを楽しむ。<Hey. S 1> 次が最後の展示だ。覚悟はいいかこれよりもおかしな芸術表現があるのか、uh. それが間違いなく存在するのだ。ぜひ見たいですって。この連続やめろ。Uh. この2人が連続。パフォーマンスアート。うん、レオタードマドったパフォーマンスアート違うカールオイネ。h、ね、<laughs> <laughs> 聞きたいことがあるんだ。Oh. 何かねこれは何をやってるんだ、うん、僕も知りたいですね、うん、パフォーマンスアートさ何だそれは <laughs> その殿の威厳をお聞かせ願おうかケツか <laughs> ケツがあるなケツで行くいもうこれケツでこのやっぱ3人の微笑み見てほしいやっぱりしかも前回ケツって言ってそういうのマイナスじゃなかったからケツでしょケツか 彼ら何を伝えようとしてるんだ、えー、パフォーマンスアートは何を伝えるかではなくなぜ伝えようとしているのかに注目するものだ。 思うにパフォーマンスアートは特別なのだ。例えば音楽や絵画、写真といった形式の芸術は作者の感情を伝える媒体に過ぎない。ああだがパフォーマンスアートでは芸術家そのものが表現形式となる。人間の性の感情を最も純粋に余すところなく表現しきる。カタルシスとしての芸術なのだ。ああ見事な見解だ。つまり、あ、たの <laughs> ここを並ぶな、な。 お前ら、ね、お前らが一緒に来ると、俺がもう俺の声が無理だわ。つまり、あたの言葉を借りると、うん、もし僕が芸術のつもりでおならをすれば、それも芸術になるということですか。うん。えたちでおならをしようと思ったんですが、その表情を見ると、観客に受けそうにありませんね。ああ。ああ。な判断だ。えー、ああ。ああって言うな。感服、満腹だよ。 同感です違うな同感ですいやもう,もうこのさちょ帝王3人はやめてほしいなちょっとやっぱでもここはいいよなもう俺のもう最初からずっと言ってる頃だからね結構いいと思ってる3人だからな芸術 <laughs> について得た知識はどれもすごくためになったし素晴らしいものだと思うただそれより私がいたのはたとえわずかなワインとチーズでも 何度も口数ちに払う中で波の量のワインとチーズになり、最終的に大量のワインとチーズが腹に収容されるってことだな。<laughs> 僕もだけがチーズ一ひとひ、人、チーチー、なの、一とかけら。一人 <coughs> かけらだと思っていらしていました。一口さえずなら大丈夫だと思ったんです。セミの翼が溶けたらしい。<ん>チーズの翼なら、チーズも太陽の熱で溶けるし、たとえるのにふさわしいだろう。うん それに、うまいですしね。できれば、エメンタールがいいね。うん、そうだ、もしあなた違うがかなら何を書きますか、うん、我輩は油絵を足しなんで。た,たしなんむだっけ。風景がばかりでそれほど達者なわけではないが、手遊びにちょうどいい。<ー>私なら特殊な職業の人々を描きたいね。例えば、ルチャ道路とか。うん、僕はそうですね。船から、梅を背景にそれもにみ灯台も。 と言ってもキャンバスの大部分を船でで埋め尽くしそうですがいいね。みんな書きたいものはあるんだな。でも、ここで大事か。船はね、言ってたんだよね、プロフィールで。で、こっちは、なんつったっけ、風景がけ、<laughs> 忘れちゃった。で、こっちなんか、ルチャ、ルチャドール。ほう。ああ。古くから海岸大雑されてきた教会ではなく、船を選ぶとは意外だな。うん、どうして船はいいもんですよ。うん、君はどうだいご君。 ヌード自画像、自画像を描くの、ヌードの自画像を描くの。すごいね。<laughs> これまでなかったジャンルでしょう、ヌード自画像は。風景がいいね。風景もかぶっちゃうからな。食べ物だな。はっはーってならないかな。なってほしいな。ふ、うん。ふーんって言った今、大丈夫いろんな食べ物を寄せ集めた生物画かな。蜂に盛った果物にパン。まあでもこういう絵もあるからな。うん、それにチーズも。 考えてみたがチーズはダメだ。山盛りのチーズに8時間も手を出さずにいられるわけがない。<laughs> 至極くもっともない限である。うん、皆さん、芸術を堪能しましたね。いいものを見せてもらったよ。同感である。あ<っ>では、またな。会いたくなかろうとご近所同士ですからね。はいはい、チーズのように。はいはい。で、娘ね。あ違うかな。 y o u got t h a t y o u got h a d s でも、ちょっとキリがいいんだわ <laughs>。ちょっとキリがいい。本当はちょっと恋愛パート行きたかったけど、ちょっとキリがいいわ。えー、ここに溜まっていくんだ。ちょっといいね。で、今んとこでもこのやっぱ漢字会、お茶会に参加したのはこの3人。クレイグ主催のお茶会に参加していたのはこの3人なんだよね。で、今回のその芸術鑑賞会に参加したのはこダミアンが主催だっけな。ヒューゴかな。 まあこの三人が来てたわけ。だからローバートだけちょっとこう、やっぱり、ちょっとぼっちなとこあんだよね、やっぱ。一人お好むというか。まあ割,割とキャラは出てんのかな。ただ今んとこそうだな。この、ジョセフは、てかまあここの三人は結構ね、やっぱいい人なんだけど、 ジョセフは結構やっぱこの家庭事情特に奥さんとかそこの部分の問題をどがどう展開されていくのかっていうまあところでヒューゴは息子なのかな息子の部分がでもその中でもやっぱここら辺は結構ねあのこっちだったらなんか水族館にキャッキャキャッキャしてたりとかこっちはこっちで、えー、まあ昔のものにキャッキャキャッキャしてるってところで昔のものっていうかな結構なんかいいよねいい感じだけど まあやここ3人かなダミアンがでも今んとここういうからね息子との関係もまあそこまで悪くはなくてで父親としても仕上がってて、まあ、家にもこだわってると今んとこダミアンいいねヒューゴまあこの3人まあまあまだまだいい,い,い勝負だなんでここ3人はまあでも次にこのだからこの次回か次回そうだなマットあたり行くかそのところで終わろうか じゃああたした。